のパークをお聞きのあなたこんにちは。声優事務所響きに所属している声優の進藤あまねです。この響きチャンネルは jfa のパークのアプリからお届けしているマンスリープログラム響き、所属の声優が登場して私たちの素顔を知ってもらおうという番組です。今回はアマネス配信の第2回目です。今日もよろしくお願いします。ということで、アマネスは絶賛夏休み中ということで。 そうです、ね、あのもう少しで終わるんですけどあの過去の夏休みの思い出とかを話してみようということで私毎年花火とお祭りは友達と行っていてあのお母さんが毎回浴衣を着せてくれて今年はどの浴衣を着る帯はどうするっていうあの会議が始まるんですよ。それがあの毎年夏の楽しみで。あとと去年だと あの響きに所属するオーディションに受けてた時期ですねうん <laughs> 懐かしい去年の今頃の私じゃ絶対受かることを多分知らないんですごいドキドキ今頃してると思います <laughs> ではここからを皆さんの質問に答えていくこちらのコーナーをお届けしますアマネスに質問コーナーイエーイ ここでは私に聞いてみたい質問をツイッターで皆さんから募集しました。それに答えていきたいと思います。では最初の質問に答えていきたいと思います。それでは5つ目。ツイッターネーム、ガングニールに愛されたさんアマネスに質問、お疲れ様です。お疲れ様です。ハマっているアプリとカードゲームは何ですかそうですね。ハマっているアプリ。うーん やっぱり昔からやっているスクフェスとかあと今だとバンドリーすごいハマっていますでカードゲームはやっぱりスクこれをずっとやってますねあとバイスシュバルツとか買ってあのサイン当たるかのドキドキさがすごい好きですそれに結構ハマっていますねはいということでアマネスに質問ガングニールに愛されたさんありがとうございました では続いての質問に行きましょうツイッターネームかわさんアマネスに質問ギターを練習されているとのことですがどんな曲で練習されていますかアマネスも熱中症に気をつけてくださいねということでありがとうございますギターを練習しているどんな曲でうん、でもあの最近だとやっぱりアコギでもエレキでもどっちでもあのカラパレの曲を練習していますね テレキャスをそのうち買いたいなと思っててその時にあの「ワンダーランドガール」とかすごい弾きたいなと思ってますでアコギではあのシャボンを一人で弾き語りできるように今すごい練習していますアモネスも熱中症に気をつけてくださいねということで母さんも気をつけてくださいありがとうございましたでは続いての質問に行きましょうツイッターネームあやさん 得意な教科は何ですかできれば苦手な教科も知りたいです。ということで得意な教科はうーん美術とび美術かな <laughs> そうですねあの絵を描くのがすごい好きなんで美術は得意なんですけどそしてできれば苦手な教科。 あの自己紹介とかにも結構書いてあるんですけど数学がすごい苦手ででもなんか今回成績ででですすすすごごいい上がっったたんですよすごい嬉しかったですあとは苦手な教科やっぱり理科と英語がすごい苦手で他は普通なんですけどでも今回の成績では結構キープできたんで安心です <laughs>。ということであやさんありがとうございましたでは続いての質問に行きましょう。 ツイッターネーム「name, HM アットラジオネームさん中学生でデビューしてから学業とお仕事の両立が大変だと思うのですが基本的にどののような勉強をしているのですか私もアマネスと同じ年齢なので両立ができているアマネスを本当に尊敬しています」ということでありがとうございます。はいということで私と同じ年齢ということであの同じ年齢の子から来るあの来るのがすごい嬉しいです。 とということで、えー、と勉強、うん、と学校では普通にあの数学だと基礎を習って、まあ、どれも基礎を習って基礎うんと計算法とか習ってます <laughs> で。で声優の方だとあの滑舌のレッスンとか声の出し方のレッスンとかをあの勉強しています <laughs>。ということで HM あとラジオネームめいめいさんありがとうございましたでは続いての質問に行きましょうツイッターネームかしてたりと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 たいと所はというこりとでありととうございますこの夏た番行きたい場所かかうーんでもかんとか友達とかールとか行ててなりんでやっぱりと達と今まで私嫁りとかりとか サマーランドとか行ったことあるんでまだ行ったことない豊島園に行ってみたいですねなんか豊島園にプールあるの初めて知ってあの今まで遊園地しかないのかと思ってたんで一番今行きたい場所ですねということで天津風さんありがとうございましたでは最後の質問に参りましょう Twitter ネーモンにこんさん今までしてた習い事とかありますか あと今もし部活に入っていたら何部か教えてくださいということでありがとうございます今までしていた習い事か今までしていた習い事は幼稚園の時にバレエで小学校の時にヒップホップダンスとあとチアダンスと水泳とスカッシュっていうあの壁打ちテニスみたいなのを習っていましたあともう引退 とか大分の時期だったんでそれにはもうもう部活に入ってないんですけど昔卓球部に入っていましたはいということでニコリンさん質問ありがとうございましたということで今回の質問はここまでです皆さんたくさんの質問ありがとうございましたアマネスに質問コーナーをお送りいたしましたではここで響きインフォメーションコーナーの時間です 私新藤あまねの活動情報などをお知らせします9月18日サイエンスホールにて行われるリバース発表会に出演いたしますリバース発表会ではここまでに明かされていない最新情報やもしかしたら歌うかもしれませんその他詳しいことは私新藤あまねの公式 Twitter などで情報を発信していきますのでそちらもフォローお願いしますそろそろお時間になりました 今回回ののチャンネル、次回の配信は9月2日に更新です。ちなみに今回の放送はアーカイブされますので何度も聞いて楽しんでくださいねでは次回の配信もお楽しみにお相手は度あまねでしたバイバーイ